ボブ・シーガーはアメリカ合衆国出身のロックミュージシャン、シンガー・ソングライター。本名はロバート・クラーク・シーガー。全世界の総レコードカセット CD 等の売上は7500万枚以上とされている。2004年、ロックの殿堂入りを果たした。ミシガン州デトロイト市内の病院において、父・スチュアートと母・シャーロットの次男として生まれる。5歳の時に、 デトロイト近郊のアナーバーに引っ越す。医療技師として、フォードモーターカンパニーに勤務する傍ら、音楽活動で様々な楽器演奏をたしなむ、父の影響で、シーガーも幼少期から音楽に親しむようになる。家庭内では、両親間の喧嘩が絶えず、シーガーが10歳の時、父は家族を捨てて、カリフォルニア州に移り住む。残された家族は、経済的に困窮し、 生計を支えるために母はハウスキーパーとして4歳年上の兄ジョージーも働きに出ることになった。1963年、シーガーは地元のアナーバー高校を卒業する。シーガーの初期の音楽的影響はリトル・リチャードが最初に夢中になったアーティストだった。そしてもちろんエルビス・プレスリーと語る。最初に買ったレコードはデル・バイキングスの1957年のヒット曲。 カム、ゴーイズミー。ザ・デシベルズとザ・タウン・クライアーズ・シーガーは1961年にアナーバー高校に通っていた3人でデシベルズを結成。ギター、ピアノ、キーボード、ボーカルを担当。シーガー初のオリジナル曲、ザ・ロンリー・ワンはデル・シャノンのキーボード奏者、マックス・クロックの地下室で録音された。デシベルズ解散後、シーガーはタウン・クライアーズに加入する。 4人組のこのバンドでシーガーはリードボーカルを担当し、ルイルイなどのカバー曲を歌っていた。この頃、シーガーはジェームス・ブラウンをよく聴いていて、ライブ・アット・ザ・ポロがお気に入りのアルバムだった。また、1964年に米国に上陸したビートルズの影響も大きく受けている。1960年代のラジオでかかるヒット曲に夢中になり、ラジオに オンエアされなければ意味がないと考えていた。ダグ・ブラウンジオーメンズ・シーガーは、ダグ・ブラウンという男に出会い、ダグ・ブラウンジオーメンズに加入する。このバンドではブラウンがメインボーカル、シーガーは R&B のカバー数曲でリードボーカルを担当していた。1965年のシングル TGIF がシーガーにとって初めて公式に発表されたレコードだった。翌年、 バリー・サドラーの大ヒット曲、バラード・オブ・ザ・グリーン・ベレースのパロディで、バラード・オブ・ザ・イエロー・ベレーという長兵器飛車を揶揄する、替え歌をビーチ・バムズ名義でシングルを発表したところ、サドラーと彼のレコード会社から訴訟を起こされ、レコードは回収を余儀なくされる。オーメンズの一員として活動しているとき、シーガーは後のマネージャーとなる、エドワード・パンチ・アンドリュースに出会う。アンドリュースは、 当時デイブ・レオーネと共同で、ハイドアウトという名で、クラブや小規模なレコードレーベルを経営し、地元のバンドをマネージメントしていた。その中には、グレンフライが在籍していた、マッシュルームズもあった。シーガーはそれらのバンドのために曲を提供し、プロデュースを行っていた。ある時、アンドリュースとレオーネの依頼で、アンダードックスというバンドのためにシーガーは、ブラウンと、 イーストサイドストーリーという曲を書いたが、レコード会社はアンダードックス向きの曲ではないと不満を示した。ザラスト・ハードシーガーはイーストサイドストーリーを自分のバンドで録音しようと決め、オーメンズを脱退する。この曲は1966年1月にボブ・シーガーザラスト・ハードという名でハイドアウトレコードからシングルが発表され、 デトロイトを中心に5万枚を売り上げるヒットになった。その後、ラストハードは、カメオイコールパークと契約し、4枚のシングルを発表する。そのうち、1967年発表のヘビーミュージックは、イーストサイドストーリーを超える売り上げを記録し、全米でブレイクする可能性を秘めていたものの、その直前にカメオイコールパークが倒産してしまう。ヘビーミュージックは、全米で、 最高103位、カナダで82位を記録し、後年のシーガーのライブレパートリーに加えられることになる。ザ・ボブ・シーガーシステムカメオイコールパークの倒産後、1968年春に、ボブ・シーガーザ・ラスト・ハードは大手キャピトルレコードと契約する。モータウンレコードからも好条件のオファーを受けていたが、シーガーは、キャピトルの方が、自分の音楽ジャンルに合っていると判断した。 キャピトルレコードの提案により、バンド名をザ・ボブ・シーガーシステムに変更する。ファーストシングルににイコールは、反戦についての曲で、かつてのザ・バラード・オブ・ザ・イエロ・ベレーから移転した、シーガーの政治的姿勢の変化を見ることができる。この曲は、地元、デトロイトや一部の都市のラジオ局ではヒットしたが、全米チャートにランクインすることはなかった。カナダでは、 最高79位を記録している。ボブ・シーガーシステムの2枚目のシングル、ランブリン・ギャンブリン・マンは、まず、ミシガン州で火がつき、その後全米シングルチャートで、最高17位にランクインされ、シーガー初の全国ヒットとなった。この成功を受けて、1969年にアルバム、ランブリン・ギャンブラン・マンを発表し、ビルボードのアルバムチャート62位を記録する。なお、 ランブリン・ギャンブリン・マンでギターとバックボーカルを担当したグレン・フライにとってこれが初めてのスタジオセッション作だった。しかしこの成功は続かなかった。同年に発表された自作ノアはチャートに入ることなく商業的失敗に終わる。その後、シーガーは一旦音楽業界を離れて大学に通い始めた。翌年、シーガーは復帰してマングラルを発表。 これが、ボブ・シーガー・システムのラストアルバムとなった。2006年、ボブ・シーガー・システムは、ミシガン州、ロックンロールレジェンドの殿堂入りを果たしている。ソロ活動、マングラルも成功を収めることができず、ボブ・シーガー・システムは解散した。シーガーはソロに転身し、1971年に、全曲アコースティックによるアルバム、ブランニューモーニングを発表。このアルバムも、 商業的失敗に終わり、シーガーは、キャピトルレコードを離れることになる。1971年12月10日、詩人、活動家であり、FBI により逮捕、拘束されていたジョン・シンクレアの釈放を支援する、コンサートが、アナーバーで開催され、ジョン・デノンと、ヨーコーノをはじめとする多くのミュージシャンが参加する中で、シーガーも出演した。この頃、シーガーは、ロックデュオ、 ティーガーデンバンウィンクルと共演するようになる。彼らと制作したスモーキン OPS はアンドリュース所有のレーベルであるパラディウムレコードから発表された。大半をカバー曲で占めるこのアルバムは全米180位まで上がり、シングルカットされた If I Were a Carpenter がスマッシュヒットとなっている。1972年のティーガーデンバンウィンクルとのツアー後、 シーガーは新たにバックバンドにジェイミー・オールゲーカー、リック・シムズ、マーシー・レビラを迎えて、アルバム、バック・イン72・72を制作する。マッスル・ショールズ・リズムセクションも参加した。このアルバムには、後に、シーガーのライブクラシックとなる、ページをめくってや、シン・リ・ジーにカバーされる、ロザリー、バン・モリソンのカバー、アイブビー・ e n w o r k などが収録された、作だったが、全米チャートは、 最高188位と振るわなかった。アルバムに伴うツアーでバックバンドに不満を感じたシーガーは新たなバンドメンバーを探す決意を固める。なお、オールデイカー、シムズ、レビはエリック・クラプトンのバックバンドに参加することになる。ザ・シルバー、バレットバンド1974年、シーガーは自分のバックバンドとしてシルバー・バレット・バンドを結成する。オリジナルメンバーは ドリュー・アボット、チャーリー・アレン・マーティン、ディック・マナサ、クリス・キャンベル、アルト・リード。その後、キーボードはロビン・ロビンズに交代する。同年、セブンを発表。1975年、シーガーはキャピトルレコードに戻り、アルバム、美しき旅立ちを発表。本作において、カトマンズが全米シングルチャート最高43位まで上り、 ランブリン・ギャンブリン・マニ以来のヒットになる。1975年9月にデトロイトのコボアリーナにおいてニアにわたって行われたライブを収録したライブが翌年4月に発表される。このアルバムはまずデトロイトで大ヒットを記録し、その後全国で注目を集めるようになり、全米アルバムチャートで34位にランクインした。しかし、相変わらず、 地元以外での知名度が低かったため、デトロイト郊外で8万人近いファンの前でライブを行った翌日のシカゴ公演では観客が1000人に満たないということもあった。1975から76年にはキッスの北米ツアーの前座を務めている。1976年に発表されたアルバム炎の叫びからシーガーの本格的な快進撃が始まる。タイトル曲 ナイトムーブスは全米シングルチャートの最高4位を記録し、AOR ラジオ局でもエアプレイされるようになる。アルバムには、マッスルショールズのピートカーによるギターが印象的なメインストリート、全米24位、ロックンロール、全米41位が収録されている。炎の叫びは全米アルバムチャートでシーガー発のトップ10アルバムと、 なり、2006年の時点で、米国で600万枚の売り上げを記録し、オリジナルアルバムとしては、キャリア最大の売り上げとなる。このアルバムの成功により、前々作、美しき旅立ちが、全米で200万枚、前作、ライブも500万枚以上の売り上げを記録する。1977年2月に、ドラマーのチャーリー・アレン・マーティンが、交通事故に遭い、 公認に1972年のスモーキン OPS に参加していたデビット・ティーガーデンが加入する。1978年に発表されたアルバム見知らぬ街は全米での売り上げが500万枚を突破し全米アルバムチャートの4位まで上がり、1979年のビルボードの年間アルバムチャートの14位にランクされた。このアルバムからは裏切りのゲーム、 夜のハリウッド、アイ、ひととき、オールドタイムロックロールといったヒット曲が生まれている。なお、アイ、ひとときは、1983年に、ケニー・ロジャースとシーナ・イーストンにカバーされて、全米6位のヒットになり、オールドタイムロックロールは、1983年に、トム・クルーズ主演の映画、卒業白書に使用され、 同年の全米シングルチャートにおいて48位まで上がっている。1979年、シーガーが共作者として名を連ねているイーグルスのハートエイクツナイトが全米ナンバーワンを記録。1980年に発表されたアルバム本場のごとくは全米アルバムチャートにおいて15週連続トップのザを守っていたピンクフロイドのザ・ウォールに代わって、 初のナンバーワンに輝く。ファーストシングルのファイアーレイクには、バックボーカルにイーグルスのドン・ヘンリー、ティモシー・ビー・シュミット、グレン・フライが参加している。その他に、タイトル曲のアゲンスト・ザ・ウィンド、分かり合える時地平線のバップのヒット曲が生まれている。全米チャート6週連続1位を記録した。このアルバムは1980年のグラミー賞を2巻獲得し、 全米での売り上げは、前作同様500万枚を突破している。キーボードに、クレイグ・フロストが加入。1981年には、ライブアルバム、嵐の呼ぶ声を発表。全米アルバムチャートの3位まで上がり、売り上げは400万枚を突破している。アルバムからは、オーティス・クレイで知られる、暴走マイ・ライフ、フィール、ライク・ア・ナンバーが、シングルカットされている。 1982年にはザ・ディスタンスを発表。アルバム制作中、ギターのドリュー・アボットが CE 側によるセッションミュージシャンの多様に不満を抱き、バンドを脱退、公認にドーエイン・ベイリーが加入する。また、アルバム発表後には、ドラムのデビット・ティー・ガーデンがバンドナイトラブルを理由に脱退、公認にドン・ブリュワー,ーが加入する。このアルバムからのシングル、 ガツにホエルは、パティオースティンとジェームス・イングラムの、アマネク・メデト・マイケル・ジャクソンの、ビリー・ジーンに阻まれて4週連続2位の座に止まるも、シルバー・バレット・バンド最大のヒットとなった。他に、イーブン・ナウ、ロール・ミー・アウェイなどがヒットしている。アルバムの売り上げは190万枚を記録する。1984年、シーガーは、ニック・ノルティ主演の映画、リンゴ・白書のために書いた。 パワーロックバラード、Understanding を録音する。また、1986年には、ロブロー主演の映画、昨日の夜は、に Living Inside My Heart を録音する。このあたりから、スタジオアルバム発表のインターバルが長く開くようになる。1986年発表の Like a Rock は、全米3位を記録し、アルバムの売り上げは、最終的に300万枚を突破する。 このアルバムからは、アメリカンストーム、イッツユー、ライクアロック、マイアミなどのヒットが生まれている。アルバムに伴うアメリカンストームツアーは9ヶ月に、及び約150万枚のチケット売り上げを記録する。アルバムのタイトルトラック、ライクアロックは、シボレートラックのキャンペーン曲として1991年から2004年まで、使用された。1987年3月13日、 ボブ・シーガーザ・シルバーバレットバンドは音楽分野での業績が認められハリウッド・ウォーク・オブ・フェームにその名が刻まれる。1987年、シーガーはエディ・マーフィ主演の映画ビバリー・ヒルズ・コップ2のサントラ曲、シェイクダウンを録音する。映画の音楽担当であるハロルド・フォルター・メイヤーとキース・フォーシーのペンによるシンセを多用したポップロック曲は前作。 ビバリーヒルズコップでヒートイズオンを歌っていたグレンフライが歌う予定だったがフライは用意されていた歌詞が気に入らずさらにレコーディング直前に高等演にかかったため代わりにシーガーが歌うことになったコーラス部以外の歌詞をシーガーにより書き換えられたこの曲は同年8月1日にシーガーにとって初の全米シングルチャート1位を記録する 1990年代に入り、ファイア・インサイドや It's a Mystery といったアルバムを発表するが、オリシも、グランジ、オルタナティブロックの台頭により、シーガーの新曲をラジオ等で聴く機会は、以前に比べて少なくなった。しかし、1994年に発表されたベストアルバム、Greatest Hits は過去最高の売り上げを記録し、1996年に行われたツアーは、 同年の北米におけるコンサートチケットを売り上げ第4位を記録する。その後、シーガーは家族との時間を優先するために約10年間音楽業界から退く。2001年と2002年にはミシガン州ヒューロン湖でのボートレースにおいてシーガー所有のボートライトニング号が優勝している。2004年3月15日、シーガーはロックの電動入りを果たす。 2005年、サンドアーズダウンのアルバム、セブンティーンデイズの収録曲、ランディング・イン・ロンドンにゲスト参加する。2006年には、11年ぶりとなるアルバム、フェイス・ザ・プロミスを発表。発表から45日で40万枚を超える売り上げを記録し、最終的には120万枚を突破している。ツアーも、各地でソールドアウトとなり、以前と変わらない人気の高さをアピールした。 2009年には、スモーキンを OP、S、7などの楽曲のリミックス、または再録音、そして過去の未発表曲を収録したコンピレーションアルバム、アーリー・シーガーボリューム1をリリースする。アルバムは当初、米国大手のスーパーマーケットである、マイヤー店舗でのみの販売だったが、後にシーガーの公式サイトでダウンロードできるようになる。2010年、 キットロックのアルバム、ボーンフリーの収録曲、コライトに、ピアノで、ゲスト参加する。2011年、ベストアルバム、ロックンロール、ベストオブボブシーガーを発表。それに伴うアリーナツアーは、大成功を収める。2012年6月14日、シーガーは、ソングライターの殿堂入りを果たす。2013年1月10日、北米ツアーの開催を発表する。 二千十三年、ジョン・ホガティのアルバム、ソング・フォー・エブリワンで、クリーデンス・クリア・ウォーター・リバイバルの、フール・ストップ・ザ・レインをデュエットする。二千十四年、十七枚目のスタジオアルバム、ライド・アウトが発表され、アルバムに伴う北米でのアリーナツアーは、大成功を収める。二千十六年十二月二十二日、ジョン・ F ・ケネディ・センターにおける、イーグルスのケネディ・センター名誉賞受賞式で、 シーガーは、ハートエイクトゥナイトを歌った。2017年1月18日、グレンフライの一周期にあたる、この日に、新曲、グレンソングを自身のウェブサイトにおいて公開した。2017年8月24日から開始した、ラナウェイトレーンツアーは、同年11月17日に、シカゴで終了する予定だったが、 椎骨の緊急治療のために9月30日以降の19公演は延期となった。ツアー終了予定日だった11月17日に18枚目のスタジオアルバムアイニュー・ユ o エンを発表。アルバムに先立ちバス一杯の運命が9月22日にシングルとして発表されている。2018年9月18日、次のツアーが最後のツアーになることを発表する。 2018年11月21日からスタートしたロールメアウェイツアーは2017年に延期された公演分を含めて2019年11月1日のフィラデルフィア公演まで行われた。シーガーは3度の結婚歴があり、2人の子供がいる。ザ・ボブ・シーガーシステム名義ソロ名義、ボブ・シーガーザ・シルバーバレットバンド名義。ありがとうございます。